やどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ポケットモンスターソード&シールド実況プレイ始めていきたいと思います。お前左投げだっけ。クチート、お前フェアリータイプ使うんじゃねえの。ちょっとさ、無理を通したんです。僕は勝つしかない。そっか、フェアリータイプで来るのか。お前フェアリーで来んじゃねえの。めっちゃ俺来たわと思ったんだけどね。だって焼肉に交換しますよ。A ビートってこのタイミングでどっかでやるのは知ってたけど、このタイミングだったんだ。覚えとらんて。噛み砕く、はい、クライマスインのレベル51か。でもさ、このレベルでさ、ダンテが65とか出してるでしょ。やばくない？普通にインフレしすぎだって。次ないでしょ。パンダナイス。サーナイト、トンボ帰りとか覚えてたらいいんだけど。いや普通にもうご利用していくか。強っ強っ。まあでも15くらい離れてるもんね、レベルが。そりゃそうだわな。ギャロップさすがに変えるか。え、あ、そっか、そっか、そうだよな、そうだよね。じゃあ噛み砕くとかでいいんじゃないの。うわー違うか。でも強えな、サイコカッター。焼肉67になっちゃうよ強すぎ焼肉。オッケー、お疲れ様。ちょっと男使っとくか。ダイマックス切ってくるのかな。ブリリオン、なんじゃそりゃ。ダイマックス切ってくると思うから、まあ、普通にちょっとイテレオのレベルを上げたい。大いなるピンクを見せましょう。ブリリオンダイマックス、巨大マックス。巨大マックスってどうやってやるの。姿変わるでしょ、ダイマックス。いや、そうでもなかったな。ブリムオンか、ブリリオンとか言っちゃった。知ったかしちゃったわ。ダイバー余裕です、余裕です。日本バレみたいになっちゃった。任せろ、じゃあ俺が今からあの暮らしてやるから。かっこいいな俺。いい、そのデザイン好きよ。ナイスインテレオン。インテレオンのさ、巨大マックスなんか狙撃する感じの姿だよね。確か分かんないけど。いけ、ナイス。落ちんか、マジで。急所なんだ、それでも。雨降ってるな。バーサに叩き込まれた技、僕たちの技としてなんとかするよって書いてあったな。強っ。いや、それ2発撃ってたら死んでたよ俺。えマジでうざいよそれ。混乱してるエフェクトが見えないよ。お前終わった。ここで男を落とされるか。マジ？それだけはいかんって。負けちゃダメだろ負けちゃダメだろ。おい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 、レイちゃんでいくか。いや、レイちゃん大丈夫か。だからフェアリータイプダメじゃん。フェアリータイプでしょ。なんで俺ドラゴン出した。いや待って、ゴーストでいけるか。ゴーストダイブだな。そうしたらなんで俺出したんだろう。バカだな俺。なんかそこら辺のあれもちょっとよくわかんないんだよね。
さ落ちるでしょう。ナイスよ、お疲れ様。オッケー、イエスイエス、終わった。ですが皆様に伝え、ま、皆様にフェアリータイプの良さを伝えましたよ。なんか垢抜けたよね、すげえいいやつになってんじゃん。うわすげえ顔もいいじゃん。おっと、三尾選手と自慢のチームメンバーがビート選手の挑戦を跳ねのけた。おいビート選手、悪くない試合だったぞ。うわははは、引退したらもう一度デビューしろ。なんてことだ、あなたにリベンジできれば OK。 負けても引退してバーサーが逃げるはずだったのに。やっぱりあなたは迷惑だ。みんなに認められたからペアリータイプのジムリーダーを続けないといけない。まあ僕の才能でしたらポプラさんなんかあっという間に超えますけど。スタジアムは2人の若者を称える声でいっぱいだ。さて三尾選手、予想外の試合のダメージを回復するために控えている。まあね、ビートはこれからさジムリーダーになるならね、あれだからさ、このファイナルトーナメント出れるわけでしょ。いいじゃん、結果オーライじゃね結果オーライじゃん。さてじゃあ次誰だろうね。俺本当に分かんないんだよね、誰と戦うんだろう。お待たせいたしました、いよいよチャンピオンカップファイナルトーナメントの始まりです。第1回戦第1試合、まずチャンピオン推薦のジムリーダー、違うジムチャレンジャー三つを。ああ、お前かルリナね。これ全員と戦えたら熱いのにね。バウスタジアムで戦った時よりもはるかに強くなっている。人を見る目もチャンピオンクラス。でもね、あなたはチャンピオンではないし、なれないし。だってあなたにもダンテにも勝つのは私ルリナだから、私は見くびらない。今度こそダイマックスで世界の果てまで流し去ります。はい、やってみろよ。出た、2度目の挑戦ですね。速武者、お前が何タイプか分かんねえんだよ。ソニアががっかりするけれど、あなたのチームに流しされますね。あ、そっか、お前ソニアと仲いいんだったな。いや分からんて。でもさ、あろどうする、これさパンダに変えるってのもあるじゃない。雷パンチ覚えさせたんですよ。そう、このために電気タイプの技を覚えさせたんですよ。水タイプニーフィアしかさ弱点特攻がないからね。剣の舞、タイプを持ってるかが分かんないんだけど、攻撃上げられたらちょっと困るよな。落ちかー、回避、え、そんなことしてくんの。フィリッパ、はい、でかい。それに関してはもうこっちの優勢だわ。雨降らしね、さすがにでしょ、さすがに。オッケー、いいね、よかった、雷パンチ覚えさせておいて。始まおう、はいはい、余裕です、余裕満パンです。え、前のが早く動けんの。よいしょ、はい、ナイス、ワンパンワンパン。個人的にカブと戦いたいよな。はいはい、余裕ですって。え、なんかダメージ減ってね。よいしょー、そんなでもないか。待って、レベル上げすぎた切ないよ俺。そうでもないかな、ごめんなさいね、すいません。かます、俺もワンパンでしょ、さすがに。雷パンチしか打ってないからね。スパイアスどっちが高いの。あー暗いなー、よっ、ナイス、燃え尽きる。燃え尽きたらさ自分のタイプなくなるよな。いるか
火炎車なくす、火炎車なくすか、移りタイプだもんね。いいと思う。次ダイマックスだもんね。おお待って、お前さ、わかんねえ、お前ちょっと、あでも効果抜群なんだ。オッケーオッケー、じゃあいけるでしょ、任せろパンダ、お前が活躍する番だぞ今日は。いけ、よっしゃー、スタジアムを海に変えましょう。ガジリガメ巨大マックス、巨大マックス、もう巨大マックスだ、わからんって。巨大マックス、大マックスのさ、あの変化の仕様がね。ほらなんか変わったもん、かっこいい、いいな。なんかのアイテム使わないと無理とか、そういうレベルなのかな。こっちチャンピオン想定してレベル上げしてるからね、余裕ですよ。逆削れねー、勝てーよ。渡した力の贈り物、全身で受け止めてよ。いいよ、うわー、はい、かすり傷です。よし、これで終わりだ。はい、お疲れ様。よいしょー。オッケー。お疲れ様でした。男が上がんないな。よし。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。イエーイ。お疲れるにゃ、私たちの勢いを受け流し、当たり前のように勝つね。よし、勝ったのはミツオ。ジムチャレンジに続いてまたしてもルリナの撃破。私たち、あなたたちの存在感あまりにも大きすぎて、相棒巨大マックス、ダイマックスさせても流しされなんて無理でした。そういえばあなたのことソニアが褒めていたんだよね。なんて褒めていたかはちゃんと聞けばよかった。お前ちゃんと聞けよ。私たちに勝った流れに乗って決勝まで行っちゃいなよ。ありがとう。次誰だ。斉藤だ。カブと戦いたかったけどな。くそ、カブはあっちい男だからな。オッケー、じゃあご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。